はい。新しい。はい。維新の候補者、他の陣営にスパイを送り込んだ疑惑まあ、これわかりませんね。実際には、えー、陣営、えー、候補者が送り込んだかどうか、これ謎です。あのね、えー、このニュースちょっと読みますね。浅い、浅い、浅いのデジタルニュースだったけど、はい。次期衆院選京都4区に立候補を表明している日本維新の会の松井春樹氏の えー、松井春樹氏ので、これがね、えー、次のその衆院選の京都四区に立候補する。あの、まあ、だから公認ももらってたでしょうね。えー、日本維新の会の。で、この人の松井春樹さんっいうのはね、弁護士だしね。はい。まだ若い。まだ二十何本の弁護士だで,で、えー、それですね、えー、事務所幹部。その松井春樹氏の事務所幹部ね。なんかね、事務局長らしいけど、その事務、事務所幹部を務めてた男性が、同じ京都四区選出の えー、北上敬老っていうかな衆議院議員これは現職,の現職の議員みたいなねの事務所に偽名で出入りしていたことが分かったと約半年のあたり北上市を支えるボランティアスタッフとして活動しポスター貼りや名簿をもとに支援者に電話をする作業などを担っていたというこれびっくりしますよね、えー、つまり松井 ハルキさんというその事務所の幹部ですね。事務局長らしい。で、その事務局長はですね、偽名を使って、あのー、その、同じ、同じ選挙区のライバルですね。その現職の、その衆議院議員のとこに、えー、事務所に行って、あのボボ、ボ、ボ、ボランティアやりますーってね、大外の NL やってくれるのかなんでもやります、ね、ポスターも貼りますねて、電話もかけます、ね、ってうここでですね、えー、半年間、約半年間ね、そこで仕事してた言うんですよ。仕事というか、ボランティアしてた。これ、 どういうことでしょうはい。えー、で、その松井氏ですね。松井氏はこれまでの取材に、事務所幹部が他の陣営に出入りしていた事実を、事実関係を認め、えー、男性を20日付で会員したと明かしたと。お前もうクビやと。お前他の陣営にお前、あの、偽名使ってボランティアってて、えー、なポスター貼りとけをしたら、もうクビということでね、はい。えー、監督責任はあるとしつつ、 指示はしていないと自らの関与を否定していたその後衆院選の立候補を取りやめる意向を24日までに維新関係者などに伝えたということなんですねはい えー、松井市、北上市の両事務所の関係者による,関係者によるとさ、えー、男性ね、その要するに偽名を使って、松井市の事務局長をやっていながら、えー、偽名を使って、その北上市の事務所にもらっていたの、この男性ね、この男性は昨年末、北上市の講演会に出席した際にも、偽名を名乗り、えー所属も大、所属も大学生と言い詰まった上で、 若いからねまだ20代だし、えー、偽名を、えーうわうわなえー、大学生と偽った上で北上氏本人にボランティアを申し出たと、えー、以降今年6月から約30回から40回ほど北上氏の事務所に出入りしていたというと、えー、両氏つまり松井氏と北上氏ね両氏は、えー、次期衆院選で同じ京都4区で争う予定だったことから関係者からは、えー、北上氏の陣営,陣営へスパイ行為ではないかと指摘する声も 上がっていたということなんですね。さて、これね、スパイ、スパイを送り込んでたと思われても、しゃあない状況ではありますよね。状況証拠として。状況証拠というかな。はい。えー、つまり、あの、なんかね、あの、松井候補の事務、事務所の、まあ、 朝日ここ新聞で書いてなかったけどなんかねいろんな他の記事を読むとどうも事務局長らしいんですよだからもう幹部ですよね、えー、そこの仕切ってるその、えー、事務所のでその,その幹部がですね名前を偽ってねあのー、他のライバルライバルですね自分,自分とあら同じ京都・よくで争うライバルのその事務所にボランティアで行っててねでしかも1回2回ちゃうんですよもう30回も40回もおそこへ行って えー、仕事してたって言うんですよね。これはね、まあこれスパイを送り込んだと言われてもこれしゃあないような、えー、事件ですよね。いや、あの、だってね、そんな、その、その問題のその男性がですね、まさか趣味でやっとるとは思わへんよね。まあもちろんね、これがこの映画とかドラマやったら、これ二重スパイで、実は、 本当は、えー、北上市側の陣営におって、えー、実は、えぇ、ー、こっそりと、お,お松江市のその事務局長に収まってて、松江市の同行スパイしてたみたいなね、まあ、えぇ、ー、映画やったらね、そんなどんね返しとかようあるんですけど、まあ、この場合は多分ちゃうでしょうね。あのー、やっぱり偽名を使って入ったということは、やっぱり、えー、そっちの方が怪しいですよね。はい。ですから、まあ多分、 まあこれはまあ普通に考えてスパイ行為ですよねでもまあもちろん問題はですね松井候補がそれを支持したのかあるいはその松井さんのために俺はそこまでやるで言うて勝手にこいつがやったのかでこれね刑法的にはどうなのかちょっと分かりませんこれ刑法的にどういう罪なのかっていうのはこれちょっと難しいですよね。 うん、あの専門家やったらなんかも多分いろんなあいくつかのその行為に当たると思うけど、ね、なんか先見たらねなんか弁護士がねそんなこと言ってたらねえっ、ー、とね弁護士が確かそんなことをちらっと言ってた気もするえ当たった俺、ね、この事件に関してね、えー、ある弁護士がツイッターでこれを書いてますねスパイ行為でありプライバシー侵害であり えー、建造物侵入罪これは刑法の第百3 0条の話という犯罪ですねってこのある弁護士はそう言ってますね、はい、大前治さんっていう弁護士かなあのツイッターで書いてますスパイ行為でありプライバシー侵害であり建造物侵入罪、えー、という犯罪ですねと使命や目的を偽って侵入する行為には正当理由がないので不法侵入の罪が成立するのですと、えー、単独犯か維新による組織的犯罪なのかも問われますと。 いやこれねまあ普通にかけて単独犯でそこまでやるとはあんまり思えないですねだからねこれは問題はですねこのまあ一つ考えられるのは単独犯でねこの,この本人が勝手に自主的にそんなことをやった可能性でもう一つはその,松井そ,のその松井さんという方ですねこの方が指示してやれというてやったケース。 で、三つ目のケースある。三つ目のケース。三つ目のケース怖いよ。これは、維新が松井さんに、松井候補にやれよと言うたケース。怖いよ、これ。はい。これやったらね、もう維新、維新の組織がそれをやってたということになるんですよ。でもね、こういうのは何も調べてもね、最終的にはね、維新がやったことになりません。おそらく、松井さんがやったことにもなりません。多分、 本人が勝手にやったということになります。これはもう昔から浄土ですね。トカゲの尻尾切りにやつです、ね。はい。お前、お前が自分でやったことにない。これはもう、あの、これの組も一つですね。はい。そういう組。あのー、 あ,あのあお親分とか若頭に言われたちゃいますわしが勝手にやりましてってね嘘つけよお前勝手にやるわけないやろうてもねわしが勝手にやりましてあーってね、はい、懲役するのは懲役はわしだけでとか言ってねはいまあまあしかしまあ暴対法が厳しくなってねはいあのいわゆるああの、えー、何何あのなに管理者責任みたいななんかそんなんでね、えーまあ、この暴力団の場合は。 えー、わしが勝手にありましていうともちょっと強用しないことになってますがまあ今回の場合はどうかなえー、ね候補者っちゅうのは暴力団,暴力団と言っちゃいますから、まあ、わしが勝手にありまして言うてねわしが勝手に偽名使って勝手に行きましてちょっとね興味あったから言うてねまあそんなん言うたらあそう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 そなそう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 まあそうそうそうそこれうそ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 あんまりないうそ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 ううう 発覚したのが前代未聞かもしれませんけど、これもしかしたらね、私の、私の感ではね、結構ね、あるんちゃうかなと思うんですよ。今までも。発覚してなかっただけで。表立たにな,ならなかっただけで、えー、こういう似たケースは、今まで,でもいっぱいあったんちゃうかなと、私は思います。というのは、実は、日本保守党を立ち上げて、ま、あのー、 10億のまあ今回ね今年の4月に、えー、東京10億の補選がありました、えー、この時にもあるいはそれ以前からもですねまあボランティアやりますいう人がねものすごいたくさん来てくれはったんですこれはすごい嬉しいことですボランティアやりますってすごいたくさん来てるで私なんかねわあ嬉しい嬉しいボランティアいっぱい来た嬉しい、えー、だからまあこの保険補選の始まる前もねあの「ボランティアやりますあの日本保守党のために何でもやります」言うてね名乗り上げてくれた人がいっぱい来たんですよ はい、ネットでも来たし、それから直接事務所でも来たし、もういっぱい来たんですよ。で、私はね、私はアホやから、わう嬉しい、嬉しい、ボランティアやったらもうお金かからんでーとかね、スタッフでやったらね、当然、あの職員とかになってくれたら当然、給料も払わなかいしあ、いろんな手当も払わならかいし、とかボランティアですからね、あくまでお願いします、全員,全員でお願いしますと言うて、まあ、やってもらえるから、ね、例えば、まあ、ビラありますわ、ありがとう、ほらた頼む、これいっぱい貼ってくれ、言うてね、こういろいろ渡して。まああのあー いいろいろやっててくれて、ね、ありがとうあの、えー、選挙中はね選挙中は特にボランティアにお金渡したらダメですからね、はいまあ、そういう意味ではやっぱりね、えーまあ、ボランティア嬉しいなと思っとったんですがうちの事務総長はいあの鬼の事務総長と言われるね、えーえー、あの有本香織事務総長これがですねボランティアはあのボランティア怪しい。 え,え、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 いや、ええー、顔してるやん。なんか、善良そうな顔してるで。あんた、大王、人間甘いで。あの顔怪しい。えー、顔で判断したらあかんでやるで。いや、顔だけやないやんや。あの、あのね、あれほど事務総長にもね、そのボランティアでやってきた人間もね、ちゃんとね、背景とか全部調べようね、また。大したもんほんでね、どうもこれは、本当の意味の善意の我々の支持者とは、 思えないということでねあのばあ断ったりするんですよはいえー、いやせっかく来てくれてるんでそんなきついこと言わんでもと私が思うんですけどねほんならねそれがしばらくして事務総長の味方がね当たってたやんということがあるんですよというのはねもうその後ねそういうボランティアやってたボランティアやります何でもやります言うてた人がですねものすごい 露骨な妨害工作するんですよで、これはねボランティア断られたからその腹いせに妨害工作じゃないんですよ。まあこれねあんまり細かく言え,言えませんけどあのね例えばまあはっきり言ってそのまあ妨害してるやつが何かおるんですよね。何かおるんですよ。ほなねそれのああこれあんまり言わないけどねまあそれの実はその妨害しとる連中の あるる妨害すす人物の家族やったりほんでねもうまるでね、まあ、これはあんまり怖くないけどもうねお金かけてもあんねん,なんかねわざわざね私たちチームでチームでやりますとか言ってね私こんだけボランティアチーム作りましただからやりますってやってくるんだけどほんでなったらねあの同じような青い服着てほらこんなユニオンまで揃えました熱心でしょ うわ、そこまで熱やるもうだって私たちはもう日本をしのうためにもうとことん頑張るんですだからもうもう勇者集めましたーってええー、嬉しい,いやそこまでやってくれるのめっちゃ嬉しいやんと僕らはこうなるところはま本さん,んあの人物ちょ調べるあ調べたら「やっぱり」と「なななな何がやっぱりな有本さん」と「あのうちに対して防衛工作しとる」なんとか言う人いるでしょう、うん「おるおるおる」 これの身内や、ええー、嘘、そうなんですよ。ビクスでしょ。あのね僕らがね、そんなことなんかやってね、得なことあるかと思うんですよ。んで,で、一体何のためにやるのかなと思うんですよね。それが、うーん、いやだからね、まあとにかくね、あのそういうことがね、結構あるんですわね。 まあ他にもあるんですよね、あのボランティアやらせてください時でね、まあ、有馬さんは「ダメあんたはいらない」時あやるんですけどやっぱりねあとで,で分かるんですけどやっぱりね実はアンチなんですよ、はあ、これ結構厄介なんですよ、ね、だからねあのボランティアを事務所に入れるあるいはこう仲間に入れるっていうのはねすごくリスクがあるんですよね。で えー、まあ私らがねまあそんなことだ私ら大体ねあのも、えーまあ、儲からんことなんか人はやらんやろうと思ってる大阪人ですからでもおるんですねそういうね世の中には儲からんけどねなんかそんなことやるっちゅうのはいほんでもうアンチがですねとにかく、えー、自分私たちは日報保守党に入り込んできて まあ何をやるか知りません何かやりたいんでしょうけど何をやるんかなまあまあまあもちろんそのまあ我々のところにはですねまあいろんなプライバシーの問題とかまあいろんな、えー、極意情報とかもあるんですけど、まあ、そういうのを引っ張り出しちゃうんかなと思うがうんほんでねあのだいたい有本事務所で厳しいんでねあの 例えばポスター貼りなんかねいやポスター貼りなんかももう東京10億で貼るのかもうボランティアに任せて貼ってもらったら楽やと思ってる、ね。お金もかからないし私らあんま金ないからねでもあれこそはねいや代表それは甘いよとあのボランティアはもちろん,うんボランティアにアンチが入り込む可能性もあるけどアンチじゃなくてもあのまあもちろん私たちは善意を信じるけどそうじゃなくてもやっぱりねえー いいろんな人がる例えばあったけどね、うーん、まあもちろん、私は疑うわけじゃないけれども、ボランティアの中には、ものすごい一生懸命やってくれると思これは間違いないと言います。でも、そうじゃない人も一部にいるんですよ、それはね、私たちには分からない、それは。 いやと,ということはっていうつまり、まあ、ビラをこんだけ巻いとってねあのこんだけこんだけこんだけ箇所にそのいわゆるせ選挙用の,あのお公営用の公,営おなんか公共用のビラありますよねあの、えー、あの掲示板の上、ね、あこここでも例えばあんたほんな50箇所お願いしますってやっていやもう面倒くさいわもう途中でやめた雨降ったからやめたとかほんでやってきてね「はい貼りました」という人がいないとは限らない。 いやさんそこまで疑うのやめよういや私たちはこれ真剣なんだと、あのーまあ、そういう人はほとんどいないとは思うけどそういうリスクも考えて私たちはやらないかんのやうんうんな,な,な,なるほど」「じゃあどうしますか」あのー「掲示板を貼ってくれるうきっちりお金を払って人を雇ってやってもらうとえー、お金かかるやんお金かかってもしゃあないそれはしゃあないねん」っそう、ね、そう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 ですかわかりました」ですねはい。 えー、でもね僕はその時にはまあそんなきっちりこと言わんでもとかね貼、はいえー、り忘れたらまたまた他の人に貼ってもらったらええやんと思ってたけど、えー、やっぱりいろいろねな何とかこうんとかっいうか何かこう活動この半年以上活動してるとね、えー、やっぱり有本事務総長のねあの慎重さっていうのはねやっぱ素晴らしいですわ。うんうん、特にね日本保守党はねどういうわけか。 めちゃくちゃゃくアンチ多いんですよはいなんでか知らんけどねえも、ーまあ、いろんな形でねもう最近はどうもなくなったけど本当にねこの半年ぐらいはあ「ボランティアですね」言うてアンチがボランティアを名乗ってやっていくるっていうのはすっごく多いです。うん、だからねまあそういうのを見てるだけにね まあ今回の,その、まあ、維新の候補者がですね、えー、候補者の陣営の一人ね、まあ、維新の候補者がお送り込んだとは言いますけど維新の候補者の,その事務局長がですね、えー、偽名でもってそこに入り込んでたのはああなるほどなこれその陣営がやったんちゃうかなという気が。 ちょっとしますよね。まあもちろんね、まあ単独犯の可能性はありますよ、もちろんね。はい。えー。でも、そんな単独犯でそのことはそこまでやるかなと思いますよね。という気がするんですよ。まあ1回2回で趣味でいくんやったらこういけどね。だからもう40回もそこの事務所にね、半年間で40、半年間で40回やったらすごいですよ。えーと、4 0る6やから、次、えー、 七回ぐらい行ってますよね。はい。月七回言うたら。もう週に二回近く行ってますよね。はい。まあ、そんだけポンポン行くたらね、これ。もう、もう。もう、もう、もう、無償でやるっていうのは。ガッツりありすぎますよね。うーん。まあ、そんなわけで。やっぱりこれは。まあ、やったなあ。という感じは、私はしますけどね。これやった言うたらね、なんかね。あ、そうそう、大丈夫とせん、大丈夫、大丈夫です。このね。この。 このスパイを送り込んだ疑惑あくまで疑惑ですよ、えー、まあまあその疑惑とは言いません、まあ、ス,カスパイが入ったその事務所のね松井さんというその事務所のね、えー、候補者ですねでこれはね弁護士らしいんですよ弁護士だからね東大卒業東大の法学部出た弁護士でまだ二十何倍で若いやていやだからねおい ええー、と思いますよね。おいおい、弁護士が、弁護士がそれ、そんなこと、やばいやば、弁護士がやったら知りませんね。松井さんいう人は、あの、全然知らんとやった可能性もありますよ。もちろんね。でも、<laughs> うーん、とね、思いますよね。でもね、一番怖いのは、これ、維新がね、こういうことを、 しょっちゅうやっとったとしたらどうはい。今までも。はい。つまりこれは、これ私の邪水ですよ。あくまで邪水。ね。あくまで邪水ですけど、つまり維新はですね、こういうことをずっと以前からやっとって。ほんで、おい、今回、松井君、あのー、 まあ、うちは前々からこういうことやってるから、えー、お前とこの幹部が誰か偽名を使って、えー、他の陣営へ行って、えー、そこのいろんな作戦とか、えー、あるいはその支持者の数とか、えー、あるいはそのどういうような選挙運動をするかとかねそういうのをちょっとあの全部調べてこいと、えー、これはうちが前からやってるからお前もやれというふうに、まあ、これ邪水ですよあくまで邪水ね。はい、えー まあそんなふうにやっとったら怖いよね。医師怖いよーわしら勝てないよー特に代表がこんなすぐ人を信じる青いからね、はい、代表は大体ね「百田さん頑張りますよあの下手を下げて何でもしないでしょうおう嬉しい嬉しい嬉しいありがとう頼む頼むわ!頼む」ってあとでね、はいはい、後ろからゴーン あんなぐらいでね、はい、もうそしょっちゅうですからね、はいえー。しかしながら、えー、うちですね、まあ恐ろしい、えー、事務局長事務総長がありますので、ねえー、ありがとうありがとうありがとう頼むわなボランティアもう結構や助けてくれやガーいたたたっ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 あ、あ、たったすたっ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 の、相手のたっ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 いったったったっ顔っアンチって書いたので。えー 言ってね、まあ大体こんなこんなもんですからねはい、えー「気をつけましょう」って書いてますね本当気をつけあげませんねはいええー、維新ではなくあそう字間違った言ってる、ね、字間違えたもう間違えたやもうたまにはええやん一回ぐらい間違えてぐらいでねはいうんええー、もう大変やねはいええええええことでしたちょっと水飲かして水のまの忘れたら興奮してね しかしね、まあ、今回、まあ、私たち東京、中国戦いました、まあ、選挙1回しかやってませんけどね、まあ、来たるべき、えー、衆院選はね、こうやって本格的に戦います、えー、そのつもりですが、まあ、1回しか戦ってない衆議院の補欠選挙やったんですよね、まあ、この時でもね、まあね、みんな結構汚いことするよね、そう思いました。まあ、私たちもね、あ 団体からですね、もう凄まじい妨害を受けたんですけどね、えー、例えば、まあ、同じようなライバルのあれでもねまあねまあ結構汚いことやってましたわあのねまあこれまあ名前言われへんけどねあ,のある塔がですねある場所がすごい,い,い場所があったんですよ。でその場所ね、やっぱり、えーその 場所がねちょうど2つあったんですねでこの2つの場所どっちか行きたいなのほなある A という,う生徒がやってるで B という生徒もやってるちょっと離れてやってるんですよでねまあ僕らはやっぱりその終わってから終わってからね、えー、A が A さん A, A のうとこが終わったからそこ行こうとあるいは B の生徒が終わってるからそこ行こうともねら僕ら待っとったんですよでようやく終わりそうになったと終わりそうになったらね終わりそうになったらねこの A と B の 公あそのあ、その外線化がね、ひょいっと入れ替わってやるよねえ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、待ってくあお前らこう、終わった、お前らって、ね、君ら終わったじゃん、終わったから後で行かせょくいや、ちゃうの、ね、よ。約束ありまんね。この後、えー、この A、A、A の人体をね、この B さん、ね、がこの後やりますから。ええー、ちょっと待ってくれ。ほな、ほな、B さんが行ったら B さんとかやろうんだら。ほな、B さんとか。いやいや、この後 A さんとかやりますから。ええー、言うて、こうやってね、こうやって、こうやってやって。 要するにその場所ねずっと取ったままやねはい。どう思うこれ。ほんでね、外線カーってね、あの規制政党は、えー、国政政党はね外宣カー2台使えるんですよ。ですからね、これ、2台でこっち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 やれるわけ。ところね、うちは外線政あのえ宣、ーえー、国政政党じゃないから、外線カー1台しか使われへんねん。あちょあ、ええー。 ほら僕ね、使われへん。どう影響でこの、ええ場所使われへんねん。おいちょっとね、お前ら汚いことすんなやと思うんですけどね。いいねーってやられるわけよ。むかーでしょ。はい。ほんま、むかつきますよ、ほんまあ、ね。はい。もうね、政治ってね、汚いよ、皆。もう正々堂々と戦えよと、私は思いますけどね。はい。うーん。まあ、どこの党かは言いませんけどね。はい。 うんはい、いやだからねまあ今回、えーまあ、維新のね候補者がこんなことやった今ね私なんかはだから人間が悪いからね、うん、そのまあこれ維新さんあんたらこれ初めてちゃうやろという気もねここまで言葉が出かかるんですけどねぐっと飲み込んでねそれは言わないようにいたします。はい 言ってしまったたいや、言うたかな <laughs>、まああんまり言うとね、えー、この松井さんというのは弁護士らしいんで、えー、訴えられてもまあ訴えられてもね私はまあいいですけど、まあ、訴えられたらねそれなりにやっぱりそのこちらも弁護士宿って、えー、金もかかりますんでね,ね時間もかかりますんでまあうっうしことはうっとですよ。ですから、まあ、あの松井さんという人がね候補者が支持したとはもちろん言いません。はい えー、まあ,あー支持したんちゃうのと言われても、えー、不思議やない状況ですよねとまあこのぐらいねことを抑えとかあとね大変なんですよあなたねもう寸止め百端って言われてますからねはい、えー、はい、えー、日本保守は誠実さがが魅力、ありがとうございますはい、でもね本当にね実はね皆さん本当申し訳ないのはね あの本当に善意のボランティアの人が大半なんですよボランティアで仕事をやらせてくださいと私たちも、ね、いろいろやりますと言うてくれる人はねもう9099%ねもう善意のボランティアなんですそれは分かってるんです私もよく分かってるでもね1%ね1%「ね1んこれは」っちうのが入ってるんですよほんでねそれ1人入れるとねもうむちゃくちゃになるんですよねだから もう私たちはねあの、外線とかなんでも、本当に少数精鋭でやってます。本当にお互いに信頼できる、もう最高のメンバーの少数だけでね、やってるんです。ですからね、私たちの,その日本保守党のスタッフはね、1人でね、3人、4人働くんですよ。はい。これ、自慢です、少し。あの今回の東京外線、えー、大阪外、関西外線もね、えー、本当に数人のスタッフだけでやったんですよ。 で、でもね、これが、本当は、本当はね、2000人とか言ったら数人のスタッフは無理なんです。はい。でもね、やるんですよ、これが、うちのスタッフは。はい。もう一期当選と言いますけどね、一期当選っていうのはもう、えー、一人の、おぉ、武将がですね、1000人の、お働きをすると、まあ一期当選あ。確かにね、1000人も働かないんだけど、まあ一人で、4人分ぐらいは働きますね。はい。 ですから、まあ、ろくにったら、ええー、六時二十四、二十四人分ぐらいのスタッフの働きはやるんですよ。はい、すごいでしょ。だからね。もう、うん、あの、ただ運転手と運転手だけちゃうんで、運転手やりながら、もうマイク持ちをするし。えー、それから、その陣営整理をするし、それから、場所誘導もするし。もう、何でもかでも、それから、設営もやるしね。もう、一人、もうひ、ひあの、えー、あんたはこれがかり、あんたはこれがかりちゃうんですよ。全部がもう、みんな。 1> 1人がでもねあのまあ本当にね先言いましたようにボランティアやりたいと上げてる乗り上げてくれる人の99%はね本当に善意の素晴らしい人なんです。ですから、まあ、我々もですね、えー、そういう人たちをじっくり見極めて見極めては失礼だけどですねそういう人たちをですねいずれ一人また一人とね、えー、ボランティアに。 入っていただこうかなと、思ってます。はい。えー、というわけなんで、今日は一応、これで終わります。はい。え、石井さん、スパイあかんで、スパイ。はい。うちのところにスパイ送り込まんといてな。なあ。はい。頼むで、はい。綺麗な女の子呼んできたら、百田大広だったらすぐ入れるわと。そんな、思わんといてや。はい。<laughs> ね、はい。えー、 それ入れたら私また、あの、えー、事務局長に、あ、僕かーって後も殴られるからね。はい。はい。ほんまやとか言わんといて、そんなん。ほんまや言うたあかんで、ね。はい。えー、女スパイがいいな。女スパイなんかいいことないで。あかんで、そんなんね。はい。ダメダメ。はい。えー、というわけでね、えー、我々は、まあ、少数精鋭で、 まあ、本当にね、ボランティアの皆さん、あのー、この番組、えー、この動画を見てる皆さん、ご覧になってる皆さんもですね、あの日本を守しゅうこになんかやりないという人いると思います。はいあのー、本当にね、えー、そういう人はね、まあ、い,ずれいずれですよ、まあ、あの皆さんに、えー、お願いしますと、えー、とわれは助けてくださいとお願いするときはあるあきっとあります。そそのははよろししくお願いいたします。はい、それでは皆さん、バイバイイ。